織田信長、第六天魔王と呼ばれた男の生涯前編。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくりの主人公は戦国の寵児、織田信長。戦国マニアの間でも圧倒的人気を誇る武将であり、日本史を語るときには絶対に欠かせない人物ですね。信長といえば、自らを第六天魔王と称したこともある激烈な武将というイメージが定着していますが、エピソードに隠された生身の一人間としての織田信長の素顔に迫ってみたいと思います。前編では織田一族を制して尾張を統一し、桶狭間で大将を収めるまでの信長の足取りを追ってみましょう。織田壇上の城家。織田信長は天文3年1534年5月、織田壇上の城家織田信秀の三男として、尾張の国諸畑城、愛知県愛西市から稲沢市にて誕生。幼名を吉報氏と言いました。三男とはいえ、信秀継室ドタ御前の長男だったため嫡男の扱いとなります。織田家は越前の国御田の庄、剣神社、福井県入郡越前町の神官をルーツに持ち、おそらくは印部氏の末裔と思われます。芝市に侵入していた越前織田氏は、応永7年1400年芝義則が尾張の国守護を兼任するにあたり、尾張下藩国の守護代に任命されました。これが尾張のへそ、清洲城。愛知県清洲市に拠点を置く織田大和の神家、織田本家であり、壇上の城家はその分家兼家臣。中でも清洲三奉行家と呼ばれる重臣の家柄でした。すでに芝氏が弱体化していたこの頃、守護代織田氏の家中において、信秀は壇上の城家の勢力を拡大していました。信長は2歳頃には城主として名古屋城に入城。ここで幼少期を過ごします。血のみ子の頃から気性が激しく、乳母の乳首を噛みちぎったとか。ちなみに後の義兄弟となる池田恒興の母が乳母になると、なぜかこの噛み癖は収まったそうです。実は育ちのいいオラオラ系男子。少年時代は素行が悪く、浴衣びらに豹革の半袴、荒縄に豹炭やわらじをくくりつけて帯として、朱座屋の太刀、高く巻き立てたボサボサの茶筅曲げという奇抜な服装、餅やら柿やらをかじりながら若者たちと肩を組んで歩いていたそうです。相撲が大好きで、お母さんドタ御前からもらったお小遣いを賞金にして、町の若者たちを集めて相撲を取らせていたといいます。巷では大うつけと呼ばれていましたが、ヤンキーというよりオラオラ系男子でしょうか。町で乱暴を働いたというようなエピソードはなく、若者たちに慕われていたというところにも、なんとなく育ちの良さを感じてしまいますね。ドラマなどではこの頃織田家の人質となっていた松平竹千代、徳川家康と出会ったりしますが、どうも史実ではなさそうです。努力家で一本気な一面も。天文15年1546年、13歳で元服し、翌年には今川方吉良氏との戦いで初陣。朝夕武芸の稽古を怠らず、馬術弓術にも精を出していたそうで、寒い時期以外は水泳で体を鍛え、熟練の腕前だったとも。兵書を読んだり、模擬合戦を行わせて研究をしたり、もちろん伝来したばかりの鉄砲の鍛錬研究にも余念がありませんでした。軍事の天才のように言われる信長ですが、その実相当な努力家であったことは間違いないようです。また疑問に思うことや理屈に合わない出来事があると、自ら体を張って真偽を確かめなければ気が済まないという性格。
領内の池に化け物が住むと聞けば、得意の英術で自ら潜って確かめ、鉄火気象で不正があると見れば、自ら焼きごてを手に受けて不正を裁いたと伝わります。末光事件、信長の心中は。天文18年1549年頃、織田信秀と美濃の国斎藤道三は敵対していましたが、信長と道三の娘濃姫との婚儀愛整い、両者は和睦しました。この結婚を取りまとめたのが信長の父役平手正秀でした。時期を同じくして信秀は病に伏せるようになり、天文21年1551年頃、42歳で亡くなりました。東の今川と睨み合い、北の斎藤は和睦したものの、いまいち油断ならないという対外情勢の中、信秀の死によって織田大和の神家が不穏な動きを始め、尾張国内も騒然とします。信長が家督を継いだ壇上の城家の内部でも、弟の信勝、信行が父の居城末盛城、名古屋市築作を相続しており、どちらが正当な後継者なのかはっきりしないという状態になっていました。信秀の仏事の最中、汚れた身なりで現れた信長が位牌に末光を投げつけたというエピソードがありますが、この話には続きがあります。不作法な信長に対して信勝は礼儀作法にのっとって普通に昇降しました。信勝はさすがに立派な行儀だが、信長と来たらと人々がささやく中、旅の僧だけがあのような人が国持ちになるのだと評したというものです。当時家臣たちの支持は信勝に集まりつつあり、それを自覚する信長の苛立ちが末光事件となったのかもしれませんね。このあと長年信長の父役を務めてきた平手正秀が謎の自刃を遂げていますが、これは監視というより正秀嫡男と信長の関係悪化が原因のようです。信長は正秀の死を非常に悲しみ、彼のために清州寺、名古屋市中区栄を建立しました。最大の理解者、斎藤道三。正秀の死後間もなく、舅斎藤道三が信長に面会を申し入れました。婿殿の不役が自刃したという噂を聞きつけて、あいつほんまにアホちゃうか、うちの娘大丈夫かと心配になったのでしょう。いつものオラオラうつけ系ファッションでやってきた信長でしたが、面会場に着くと早着替えでトラット系大名スタイルに大変身。いざ舅と対面して、こちらが道三殿ですと紹介されると、すました顔で一言で、あるか、信長さんただものじゃないオーラの出し方をよくわかっていますね。この面会の後、信長の度量を認めた道三は、いずれ我が家はあのうつけの家臣となってしまうだろうと悔しがったといいます。酸いも甘いも噛み分けた叩き上げの武将道三は、たったこれだけのことで娘婿の秘めた才能を見抜いたんですね。天文23年1554年、尾張守護司馬義兼が織田大和の神家家臣に追い落とされ、信長のもとに逃げ込んできます。これを大義名分にのっとった絶好の好機と捉えた信長は、一気に清須へ攻め寄せて大和の神家を滅亡させ、織田壇上の城家は事実上の織田宗家となりました。弟の謀反、あの武将も信長の実力や考え方を見抜き、最大の理解者、後ろ盾となっていた岳父斎藤道三。しかしそんな道三も弘治2年1556年、実子義辰と骨肉の争いの末、信長からの援軍も虚しく討ち死にしてしまいます。
すると林秀貞、柴田勝家などの有力家臣たちが信雄を担いで信長に反旗を翻します。どっちが正統後継者かはっきりさせようぜと兄弟間での戦が勃発し、伊能原で激戦となりました。一時劣勢となった信長でしたが、敗走する兵どもを一喝し、自ら槍を取って林秀貞の弟を討ち取ります。勢いを取り戻した信長は信雄の末盛城を包囲。この時は二人の聖母ドタ御前が仲裁に入ったため、信長は信雄、秀貞、勝家らを許しています。ところが永禄元年1558年、信雄はまたもや謀反を企てます。伊能の敗戦以後、信雄に礼遇されていた柴田勝家は信長にこれを密告。信長は仮病を使って信雄を清洲城へ見舞いに来させ、ついに弟を殺害したのでした。信長の弟殺しについては、ドタ御前が信雄を偏愛して謀反を起こさせたためというマザコンをこじらせたような話が有名ですが、実際は信長さん、1回目の時点ではまだまだ内輪で揉めている場合じゃないし、協力して織田家を盤石にしようよと許しているんですね。でもさすがに2回目はアウトだろうということだったのでしょう。続いて同年、尾張上半国の守護代を務める岩倉織田家、織田伊勢守家を撃破して尾張をほぼ統一した信長は、翌永禄2年1559年、初上洛、剣豪将軍足利義輝に謁見を果たしました。桶狭間で大金星、永禄3年1560年、駿河、遠江、三河を傘下に収める西の大守今川義元がついに尾張へ本格的な侵攻を開始しました。2万から5万とも言われる今川の大軍勢、先鋒を務めるのは三河の松平元康、迎える織田軍は5000人程度。信長は一大事だと戦慄しますが、とにかく防戦を試みます。きっかけはかつて信長と信雄との後継者争いを受けて、織田の家臣だった鳴海城主山口則次が今川に寝返ったことに始まります。近隣の大高城、靴掛城も共に今川につき、織田氏にとっては伊勢湾海運の要所、知多半島への入り口を塞がれたことになりました。これに対して信長は周辺に数箇所の砦を築いて、城同士の連絡補給を分断。大高城は兵糧が尽きようとしていました。今回の侵攻で今川軍は大高城に兵糧を入れ、邪魔な織田の砦を攻め落とすつもりだったのです。松平元康は5月18日の夜間、大高城の兵糧入れを奇策をもって成功させ、深夜になって大高城近くの岩根、鷲津の両砦を攻撃します。砦を守備する織田勢は苦戦、討ち死にする将兵が続出しました。この報を聞いて信長はわずか5機の小将集を引き連れ清洲城を飛び出します。出陣前には人間50年と高若米熱盛を舞い、まさに討ち死にを覚悟での出撃でした。熱田神宮で軍備を整えた信長は、氷の混じる暴風雨が吹き荒れて視界が阻まれる中、2000の兵で進軍を開始。桶狭間山の麓で移動中の今川軍を確認します。これをはじめは砦を攻撃していた先鋒隊だと思った信長でしたが、実は今川義元5000の本隊。この誤算が吉と出るか凶と出るか。雨が降り止むとともに信長は、かかれ、首は打ち捨てにせよ、とにかく追い崩せと大音声にて号令しました。
手狭な地形、先ほどまでの豪雨の影響もあって不意をつかれた今川軍、300騎いた義元の旗本は見る間に数を減らしていき、やがて深田に追い込まれた義元は死闘の果てに討ち取られたのでした。信長は義元を討ち取ったことを大変喜び、その首を手厚く弔って駿河に送り届けたそうです。この時今川義元から愛刀二尺六寸の大太刀を奪い、義元左文字に仕立てています。盟友松平元康、街道一の弓取り今川義元を討った信長は、この戦いをきっかけに今川を離反した松平元康と同盟を結びます。生涯において割と多くの離反や裏切りに遭っている信長ですが、元康・家康との同盟は本能寺の変で応死するまで続いています。この律儀さが徳川を天下人に押し上げた一つの要因だったんでしょうね。永禄8年、1565年、岩倉織田家の縁者織田信清を甲斐へ追い出して、ついに尾張一国を完全制覇した信長、男盛りの30代、いよいよ戦国大名として本格的に頭角を現していくことになります。前編まとめ。尾張下半国の守護代、織田大和の神家の奉行、織田壇上の城家に生まれた織田信長、その地位は決して生まれながらに確固としたものではありませんでした。うつけと侮られていた若き日の信長でしたが、明確な下克上を避け、戦における大義名分を確保していることからも、人心が政治に及ぼす影響をよく分かっていたように見えますね。織田一族や実の弟との骨肉の争いを経て、一歩ずつ足場を固めていった信長は、今川義元を相手に金星を挙げ、東海地方の勢力図を大きく塗り替えることになります。後編では信長の掲げた天下布武から運命の本能寺までをご紹介していきます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。